穏やかな天気に恵まれた東京、1月15日、成人の日。この日、成人を迎えた若者は全国で171万人。上野の東京文化会館では、皇太子殿下ご夫妻をお迎えして青年の集いが開かれました。昭和29年の経済成長期に生まれ、物質的に豊かな生活を享受して今日を迎えた若者たち。主催者の祝辞の後、東京都代表の2人が誓いの言葉を読み上げました。私たちが二十歳の境界線の上に立って未来を見つめてみると、決して明るいばかりではないことがわかります。今ここに次の世代を担う若者として、新しい出発点に立って、世界の平和と人間の豊かな生活を築くために、何かをしなくてはという意欲に燃えています。この後、私と都政参加をテーマに対話集会が開かれました。福祉や公害の問題では行政の遅れもさることながら、市民としての姿勢についても問い詰める若者たち。彼らのこれからの東京、そして日本の明日を見つめる目を大切に育てていきたいものです。